不織布と安全ピンだけで、あっという間にできる超簡単グリグラエプロンの作り方です。ラッピング用の75センチ幅厚手の不織布ロールを使いました。不織布ロールを切って75センチの正方形1枚と長さ75センチ幅3センチの紐状のものを3本作ります。紐のうち1本を半分に切ります。正方形の不織布は丸まっている方が裏になります。裏から紐をこんな風に安全ピンで留めるだけでエプロンができます。まず長い紐2本を真ん中25センチ開けて安全ピンで縫い付けるように留めます。次に長い紐を交差します。角のところは短い紐と重ねて安全ピンで斜めに留めます。これで完成です。身につけるときには安全ピンが見える方を自分の方に向けます。長い紐2本で真ん中に輪を作り、頭からかぶります。かぶった輪のすぐ横の輪に内側から手を通します。紐のねじれを整えて、後ろの短い紐を軽く真結びにします。蝶々結びにしたいときは半分に切らず、長い紐を2本使うといいです。青と赤で作り、帽子をかぶればグリとグラの出来上がり。お話し会などの衣装としてお使いください。